皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年7月17日は、今期7月期フジテレビの月9ドラマ放送中の海の始まりで南雲茜さん役を、素晴らしい熱演をしてくださってます大竹しのぶさんの67歳の本日お誕生日です。海の始まりを本当に楽しみに見させていただき、大きな感動を、現在3話まで放送されてるんですけど、もう3話時点でも、もう大きな感動、そしておそらく、このドラマを見られてる方、もう毎回本当にタオルを手に涙を流しながら見ておられると思うんですけど、このドラマがこれだけ素晴らしいドラマになるっていうのも、やっぱり大竹しのぶさんが出演してくださったということは、私もう本当に大きな要因かなと思いますので、大竹しのぶさんのファンの方、そしてまた、海の始まりをもうワクワクしながら見ておられる海の始まりのファンの皆さんと一緒に、本日の大竹しのぶさんのお誕生日をお祝いさせていただきたいなと思います。大竹しのぶさん、本当におめでとうございます。この海の始まりが放送が始まる前から、数多くのドラマで、ドラマが好きで大きな感動をいっぱいなんかこうもらってきた私なんですけども、おそらく今回の海の始まりは、また大ファンの目黒蓮さんにとっても、目黒蓮さん史上、最高のドラマになるし、おそらく20代の代表作になる、なんかそんな予感、確信めいたものがありましたし、またこのドラマとしても、私の中ではきっと私自身最高の感動をもらえるドラマになる、なんかそんな予感を持って、もう1話を数ヶ月楽しみにしてたんですけど、1話を見させていただき、そして2話、一昨日の3話まで見させていただきまして、その予感は今も確信になんかこう変わってる状況の中、ほぼ毎日のようにこの海の始まりからいただいたこの感動をなんか素直にお話ししたり、またちょっと細かいところを考察の要素を入れてほぼ毎日お話しさせていただいているんですけども、で皆さん見ておられたら分かると思うんですけど、本当にもう中心のなんかこうキャスティングだけではなくて、そのサイドを固めてくださってる方も、もう名優揃いで、もう寸分の漏れもないように、なんかこう計算され尽くしたような、なんかもう完璧なこのキャスティング夫人を引いていただいてると思うんですけど、以前にもきっと映画やドラマを制作されてる方から見たら、今回のキャスティングは、きっともう皆さん羨ましいと思っておられるような、なんかもうキャスティングを引いておられると思うんですけど、そのど真ん中のところで、そしてまたこのドラマのストーリーの中でも、現在その水木さんの実家南雲家がやっぱりすごく中心存在として描かれているので、そういった意味でも今回のドラマのど真ん中において、南雲家の南雲茜さん、大竹しのぶさんが演じてくださっている南雲茜さん、大竹しのぶさんの存在が、このまたとてつもなく素晴らしい演技が、またもう他の共演者の方のなんか講演も引き出して、なんか全てをなんかこう上に上げてくださってる要因は、私はやっぱり大竹しのぶさんやなと感じておりますので、この海の始まりに大竹しのぶさんが出演してくださって、この南雲茜さんをなんか演じてくださってるということが、またこれぐらい大きななんか感動を今3話時点で私たちがいただいてるなんか大きな要因だと私は感じておりますので、改めましてこの放送中に7月17日にお誕生日迎えられました大竹しのぶさんに感謝の思いと、そしてまた祝福の思いを込めて、なんか皆さんと一緒にお祝いさせていただきたいなと思っております。でこちらにあるのは、大竹しのぶさんの本を一回このほっこりカフェでは紹介させていただいたことがあって、もうずっとしのぶさんは朝日新聞にコラム投稿されてて、そのコラムがすごく好評で、
一定のこの数が溜まったら、まあ単行本化されるんですけど、まあいいかっていうシリーズで、ここにあるのは3です。で、最新刊は4も出てるんですけど、この3はなんかその時のこれを読ませていただいた時、発刊されたのは2021年なんですけど、読んだのはその翌年の2022年、一昨年2年前にこの本を読ませていただいたんですけど、この本の中に書いてある内容と、なんか私のプライベートに起きたことと、なんかすごくリンクして、で、この本の中では、しのぶさんの愛するお母様が、まあ96歳で、まあ旅立たれて、まあその時のエピソードが、なんか本当に愛情たっぷりに、この本の中で、コラムの中で書いてあるんですけど、で、一昨年、私の奥さんの、まあお父様、岳父が、同じく96歳でこの旅立たれまして、で、そのお通夜の時に、まあ、あの家族はみんなやらなきゃいけないことがいっぱいあって、その私のまあ父のまあお通夜、ご遺体のそばで一晩ずっと、まあ父のまあ亡骸のそばにいてたのが私で、で、その時にちょうどこの、しのぶさんのまあご著書であります、母との食卓を読もうと思って購入したところやったので、そのまあ父の亡骸の横で、この朝まで読んでたのがこの本で、そしてこの本の中で、そのしのぶさんのお母様も96歳で亡くなられた時のことが書いてあるので、なんかすごくなんか不思議なご縁を感じて、そしてまたもうあの横でなんかこう眠るようになんかこう寝ていてるその父に対してのなんか感謝の思いを込めながら、なんか涙しながらなんか読ませていただいた、なんかそんな思いを一昨年このほっこりカフェでもお話ししてますので、なんかどんな本かなということで、なんか興味のあられる方はこの動画のコメント欄にこのしのぶさんのご著書であります母との食卓のなんかこの本を取り上げてるなんか動画のアドレスも貼り付けておきますので、よろしかったらまた見ていただいて、またお求めいただけたらなと思います。で、まあ2021年2022年、あの頃はまあ今も変わらず本当にまあ素晴らしい役者さんやと思って本当に心から尊敬してるんですけども、三浦春馬さんの出演作をもう順番にこのまあ紹介させていただいている時に、実は三浦春馬さんが舞台でテネシー・ウィリアムスっていう方のまあ原作地獄のオルフェイスで大竹しのぶさんと共演されてて、で、大竹しのぶさんはまあ春馬さんの素晴らしさをその後もなんか時々こうお話ししてくださったりするので、なんかそういうことも嬉しくて、この大竹しのぶさんのご著書もなんか読ませていただいて紹介させていただきましたので、よろしかったらまたその動画も見ていただけたらなと思っております。で、今回第3話を見させていただきまして、で、この第3話の中でその夏くんにその夏くんのご家族のことを聞かれた後に、で、まあ夏くんのお母さん月岡由紀子さんを西田直美さんが演じておられますけども、そのいくつということで、まあ50代って言って、あ、若いってこの明美さんが言われて、で、私はこの70歳とおっしゃられて、で、42歳の時に、まあ、水木さんが28歳で亡くなられますので、42歳の時に産んだ、なかなかこの子供ができなくて、その、まあ、不妊治療をしてて、ようやくできたのが、水木さんやったっていうお話をしてくださってるんですけど、で、実はセリフで、その、あかねさんが、私はまあ、70歳でとおっしゃった時に、実は、と思って、で、まあ、あの、大竹しのぶさんも実年齢、今日67歳になられたとこですし、なんか、まあ、もっとやっぱり若く見えるから、なかなか70歳っていう、ちょっと、なんかこう、現実味がないのも感じたんですけど、で、実は、その、まあ、あかねさんのセリフの中で、70歳、私は70歳っていう、まあ、セリフを聞いた時に、あの、正直なところ、と思って、で、まあ、もちろん、あの、大竹しのぶさんご自身の実年齢も、今日誕生日を迎えられて、67歳になられたとこですし、ちょっと70歳っていう、なんか役柄は、もっと若く見えるから、まあ、無理があるなと思ったのと、そしてこの、
公式のサイトで相関図がこうアップされた時に、まあ、すぐにあのプリントアウトさせていただいて、あ、こういう風ななんか相関図なんやと見させていただいた時に、確かあそこに載ってた、あそこの役柄のお年が全部載ってたんですけど、あそこに載ってたお年が、実は明美さん67歳、ご主人の李寿剛さんが演じておられます翔平さん、お二人とも67歳やったんじゃないかなと思って、ちょっと改めて見させていただいたら、その時にプリントアウトしたものではやっぱり私の記憶が正しくて、あかねさん67歳、翔平さんも67歳となってるんですけど、えっと思って、でもう一度改めてあの今日その公式サイトの相関図を見させていただいたら、他の方の年齢はこの私がプリントアウトした時と同じ設定なんですけど、このあかねさんだけが70歳になってて、いつからこのあかねさんの、まあ、役柄のお年が70歳になったのかなと思って、これはちょっと私もね、すごく不思議やなと思って。で、まあ、高齢の、いわゆる40代になって、まあ、出産されたっていう、まあ、設定にされるために、この42歳で産んで、あの、水木さんが28歳やから、まあ、70歳。なりますので、で、ここの設定にある67歳設定やと39歳で水木さんを出産されたことになるから、そういう意味でちょっと、役柄の、まあ、設定を変えられたのかなと思う。んで、ぜひこれはあのプロデューサーの村瀬、兼プロデューサーに、なんかこのあたりのなんか設定変更のところもすごく興味があるので、また教えていただけたらありがたいです。細かいところなんですけど、以前にこのプリントアウトした相関図では67歳、なんかそこをやっぱり覚えてて、で70歳って言われた時に、えってなんかちょっと思って調べたら、やっぱりその以前にプリントアウトした時は67歳、そしてまた現在の相関図ではやっぱり70歳という設定になっておりますので、そこまたなんかムラスプロデューサー教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。では、3話の中でもっとちょっと深くお話ししたいポイントが、まあ、結構あるんですけど、なんですが、でもやっぱりこの3話の中でそもそものこのやっぱりストーリーがこの1話放送前に解禁された時に、大きななんでやろうなーっていうところをすごく考えてたところの答えが今回の3話で、それもあかねさんのセリフの中でそういうことやったのかっていうことがなんか明かされてるので、今日も細かいところになんかこう触れていくよりも、やっぱりすごく今回のなんかこう大きな流れの大切なとこなので、今日も3話のまあちょっと考察を込めてお話しさせていただきたいと思うんですけど、どういうことかというと、そのストーリーが解禁された時にやっぱりすごく不思議やったのは、そのまあ水木さんっていう方がその夏くんにまあ一方的に別れを告げて、そしてその後夏くんに何も告げずに、なんかこうまあ赤ちゃんを生まれて、そしてその後、そのまたこの一人でまあシングルマザーとして子育てされて、そしてまあ大好きであろう夏くんに、なんでそのことをまあ出産するっていうこともそうやし、その後育てる時もそうやし、そしてまたなおかつ亡くなる直前もその夏くんにそれをなぜ伝えなかったのかなっていうところは、ずっと1話の放送が始まる前も自分なりにどういう気持ちやったのかなっていうのはずっと考えてて、そしてまた1話2話と進んできて、まあ、どこかでなんか水木さんの気持ちも描かれてるやのと思ったんですけど、そこが早くもまあ3話でそのまあ夏くんが南雲家に来られて、いろんなことをお話ししてまあ寝ちゃったんやけども、まあ夏くんもそろそろおいとましょうかな、帰らせてもらうと思ったんやけども、もうちょっといたげていててと、あの海が起きた時に夏くんがあなたがいたら海が喜ぶからということで、晩ご飯はおうどんでいいみたいな話があって、まあ、その後でまあ夏くんのまあご家族のこともちょっとまあお話しされたりされるんですけど、この二人のやり取りの最後のところで、なぜ水木さんがその夏くんに
なんか告げなかったっていうことを、あかねさんの口から明かされてて、ここはやっぱりすごく大切なポイントやなと思いますので、ぜひ皆さんにもここはやっぱり、来週からの、まあ、4話以降の、なんか大きな流れに乗っていく上でも、やっぱりここすごく大事なところなので、今日はちょっとそこを改めて皆さんと、なんかこう、シェアさせていただきたいなと思ってるんですけども、まあ、ここちょっと、この二人のやりとり、ここすごくやっぱり大切なところなので、そのちょっと手前のところから紹介させていただきますと、夏くんがなんでこんなに海ちゃんがこの自分に、まあ嬉しいことではあるんですけど、懐いてくれるか、それがなんか戸惑いでもある夏くんが、そこをちょっと疑問をあかねさんに聞くんですけど、なんでか本当にわかんなくて、なんで好かれてるのか、何もしてあげてないし、月岡さん、ご両親はご健在？はい。ご家族は仲がいいの？はい、割と。仲がいいことに理由なんてないでしょ？なくていいのよ。お母さんはいくつ？50代？若いな。そうですかね。今年70歳。水木産んだのが42歳の時。不妊治療してやっとできた子なの。なのに水木は真逆の状況になって。妊娠した。子供はおろす。やっぱり産む。一人で育てる。何の相談もしてくれなかった。そこ開けて。はい。お鍋あるでしょ？出して。あ、いくつか。手前の右の深いやつ。あ、はい。あ、すいません。見て。5歳の水木にやられた。どうして産むことにしたんですか？さあ、やっぱり産むからって。それだけ？そっか。父親に知らせないのは選べないからって。その人、私が産むって決めたら、じゃあ父親になるって絶対に言うから。他の選択肢を奪いたくないって。だから、頼りなかったとか、他に誰かいたとか、そういうんではないんですよ。と、あかねさんが、水木さんが、なぜ何も、夏くんに告げずに出産して、そして育てたかっていう、まあその答えは、このセリフの中に私は全てあると思いましたし、ここまでの、まあ、流れの中で、その、まあ、水木さんを描いている数々のシーンの中で、これが本当の真実やし、こうと決めたら、それを貫き通す、なんかまあ、本当に強い方やと思うんですけど、そういう方なんやなっていうのも、ここのなんかセリフだけではなくて、その以外の、それ以外の水木さんを描かれている数々のシーンで、このあかねさんのこの言葉がものすごい説得力をなんか持ってるように私は感じました。だから、まあ、自分は同意書にまあサインをしていただいたあの段階では私は、あの選択をしたと思うんですけど、まあ、その後、おそらくここから描かれるであろう、何がしかの要因によって、やっぱり産むってなった時に、それは自分がなんか選んだ、まあ、選択、まあ、自分の選択なんですけど、その自分の選択によって、その他者のなんか選択肢をなんか決めてしまうような、そういうことだけは自分は自分のなんか選びたい、自分の意思で選びたいと本当に同じ強さで、それは絶対したくないっていう、なんかこう信念みたいなものが水木さんにあったんやなっていうのを、やっぱりここでもすごく感じて、まあ今回本当にあのまあ登場人物それぞれが、やっぱりなんかこう、水木さんの心に向かって、こっから皆さんの心の動きみたいなものが丁寧に描かれていくと思うんですけど、最初この放送が始まるまでは、なんか、南雲水木っていう方が、ちょっと変わった人やなと思って、その、決断に対して、そしてまた、南雲水木さんっていう方の生き方に対して、なんかこう、やっぱりこう、ちょっと理解しづらい部分が私の中ではあったんですけど、正直なところ、まあ3話を見させていただいて、そしてまた3話でのそのお母様、あかねさんのこのセリフを聞かせていただいて、信念みたいなもの、自分も
自分の意思で選びたいけど、でも人にも選んでほしいし、人の選択を狭めたり、人になんかこうそれを選択を強いるようなことは、自分が選びたいのと同じ強い気持ちで、それはしたくないっていう、そういう方やっていうのが分かって、今私はもう正直言ってこの海の始まりに出ておられる、まあ登場人物の中で、南雲瑞希っていう方に、なんか今ものすごくやっぱり私興味があるし、この方の人間性のところになんかすごく惹かれるものをこの3話を見させていただいて、すごく強く感じました。細かいアイテム的なところとか、なんかまあ、角くんがなぜあんなに那須くんにそんな意地悪なこと言わんでええやろとか、まあ触れたいところはいっぱいあるんですけど、やっぱり今回の海の始まりのテーマのやっぱり一番大切なところで、なぜ瑞希さんが、その、夏くんに、まあ、自分の選択肢を変えたとしても、その後でそれを告げなかったか、そしてこの、育てて、そしてまた、自分が、この旅立つ時まで、それを彼に告げなかったっていうあたりは、やっぱりここに、まあ、これからまた、瑞希さんの、なんか、回想シーンとして描かれてくるとは思うんですけど、この、茜さんが、夏くんに語ったこの言葉の中に大切なところは全部あると思いましたし、これを聞いて夏くんもまた4話のところで、そのまあ、弥生さんへのまあ言葉がちらっとありましたけど、このあたりもやっぱり今までは相手の選択を尊重されるような方やったんやけど、少しずつその目の前にはおられへん、そのあそこで別れてからお会いすることはなかったんやけども、きっと海ちゃんを通じて感じる、そのまあ瑞希さんの心、そしてまたお母様の茜さんの言葉を通じて感じる、なんかこう瑞希さんの心、そんなものが少しずつ月岡夏という青年になんか大きな影響力を与えていって、ここから少しずつ月岡夏という方も自分で選びたい、自分で選ぶ、そしてまた人に選択を強要したくない、なんかそういう方になんかこう変化していかれるのではないか。ですので4話以降の月岡夏のなんかそのあたりの変化のところを見据えていく上でも、この茜さんのこのお言葉セリフはすごく大切かなと思いましたので、まあこの茜さんを演じておられます大竹しのぶさんが本日7月17日誕生日を迎えられますっていう、そういうちょっとやっぱりこの不思議なご縁みたいなものも感じましたので、3話での、まあ、夏くんになぜ告げなかったかなっていう私自身の疑問への答えでもある、そのように感じました。茜さんのやっぱり大切なセリフを今日は改めて、こう振り返らせていただきまして、皆さんとシェアさせていただきました。それではまだまだこの第3話のところも触れたいところがたくさんありますので、また連日お話しさせていただきたいと思いますので、皆さんと一緒に、まあ、海の始まりをしっかりと心で受け止めていきたいなと思いますし、またこの考察的なところで細かいところに私も触れていきますけど、と同時にやっぱり外したらダメやというか、このドラマが何を伝えたいようとしてるんか、そのあたりの大切なテーマ的なところを見失うことなく、この海の始まりとずっと歩んでいきたいなと思っておりますので、またほっこりカフェ海の始まりチャンネルになってますけど、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。